ははいこんにちはレトスノーです本日は早速問題に入っていきます当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済をすることができるルかツかという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは、えー、弁済することできませんので誤りですね当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合正当な利益を有する第三者であったとしても弁済することはできないんですねそのため誤りですでは正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか具体的には 例えばですね、物上保証人とか、あと借地上建物の賃借人、まあ、借家人ですね、あと低等不動産の第三取得者、高獣医低等権者などです、まあ。それぞれですね、どのような人かっていうのは理解しておきましょう。え個別指導の受講者様はテキストに、えー、具体例書いてありますので、えそちらですね、ご確認いただければと思います。具体的なページ番号については、受講者専用のメルマガの方にえ記載しておきますので、そちらからご確認ください。 で、問いにですねえ、免許の用費です。A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、A は免許を受ける必要はない。えまるかばつかという問題です。今回、この A さんってどんな人かっていうのを抑えるとわかりやすいです。 A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって、土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり、宅建業の免許っていらないんですね。したがって A は免許不要なんです。だから、答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。 地主がいて、地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。その地主さんって、みんな宅建業の免許を持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回、駐車場を貸してるわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、えー、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。 アパートのオーナーさんとかって免許持ってない方意外と多いんですよ。それでもアパート経営してますよね。で、これっていうのは自らオーナーとなってそのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから宅建業の免許はいらないんですね。で、最近まちょ、ちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのはまあ、多くの場合が会社員なんですよ。 その会社員の方がマンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは免許持ってますか持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても不動産投資を行ってるわけですよ。買ったマンションを貸してるわけですよね。賃貸してると。まあ、このように具体例を考えるとすごくわかりやすいと思います。なんで、できるだけやっぱ具体例を 頭に入れていった方が効率的です。実際やっぱ個別指導でも、あの、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱ分かりやすいので、まあそのようにしてます。まああまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。その具体例ね、考える必要がないのが個別指導なんで、まあ効率的に勉強したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。 で、問3です。準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。準都市計画区域には準防火地域を定めることはできません。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは、8個しかないんですね。で、その8個って何かっていうと、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、 風地区あと緑地保全地域伝統的建造物群保存地区この8つなんですね8個ですで注意点でもあるように高度利用地区は準都市計画区域では定めることができませんまた特別緑地保全地区だったり緑化地域これも定めることができませんそしてこの8つは全て覚えておいた方がいいんですねもう覚えていたらこれ解ける問題なのでまあ覚えてほしいんですけどもこれ覚えにくいですよね なので、短期講座では覚え方も教えています。卓剣試験は頭に入れるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭に入れていきましょう。そして短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。そしてメルマガ、えー、この YouTube ご覧いただいている方だけの特典がございます。それは質問について原則5回までってなっているんですけれども、無制限とさせていただきます。 いつでもお気軽にご質問いただけますんで、ぜひご検討ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。